今回で50回目の節目を迎えた湯布院牛食い絶叫大会。その名の通り、地元産の牛肉で腹ごしらえをした後、思いの丈を絶叫するイベントです。お肉を堪能した後はいよいよ絶叫大会です。今年はどんな絶叫が飛び出すのか、現在参加者を決める抽選が行われています。抽選で選ばれたのは4歳から95歳までの70人。いよいよ絶叫大会スタートです。まず行われたのは小学生以下の部。運動会頑張るか、おもちゃ買って、夏休みにディズニーランドに行くはずが、前日の夜に39度の熱出た、キャンセル料12万、ママ大号泣。続いて一般の部が行われました。来月で29歳、30までに結婚するぞ、ババー。声の大きさと内容のユニークさが評価対象となるこの大会。優勝したのはこちらの女性です。今年50歳になりました。5年前から50歳ってまだまだ可愛いって言われたい。音の大きさは車のクラクションに匹敵する112デシベルでした。参加者たちのユニークな叫びに、今年も会場は笑顔にあふれていました。